今日は、2012年の11月11日の日曜日、午後は1時15分頃です、鎌倉、の、降りて滑川ここ付近まで歩いて約20分、やってきました。そうですね、こういった感じで、ちょっと遠いから分かりませんが、だいたい膝ぐらいの、腰まではないですね、膝ぐらいの高さのところをさあ、波乗りの人たちが1、2、3、4、5、6人入ってます。これは滑川という河口付近ですね。僕の家の近くにも虻川の河口付近あるんですけど、すごく波の巻きが深くて、すぐ足で持ってかれちゃうので、僕も、20代の頃2年ぐらいやったんですけど、もう全然遠ざかってます。おそらくここは、まあ地元の方の話だと、ここしか、ポイントがないというので、まあリーフはないでしょうから、ビーチの河口付近でポイントというか、この辺になりましょう。晴れてなくて残念ですけど、帰って逆になんか良かったかなって感じで、じゃあ一休みしたら、東京へ向かいます。